はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回は まあ乗り越えたわけよ。前回。まあすごい、もう結構ね、時間空けちゃったから、あんま覚えてないんだけど、前回は確かそうだよね。カーラ、マーカス、コナーが揃って、なんとか人間のね、暴行っつうか、ね、人間からに逃れたって感じだよな、前回。で、まあ前回ここまでやったんだけど、やったことを忘れてて まあカットする前提でね、今喋り始めたんだけど、じゃあまた前回やったとこまでコツコツやるんで、そこまで飛ばそうかなと思うわ。じゃあバイバイ。はい、てなわけで 一応やってきたよ。さっき、ま、あの前回までやってきたことをやってきた。で、確人か間は我々アンドロイドをそうなんだよ。絶滅させる気だ。でけえ今選も択仲強い間られるん収だ容所によ。入れられ破壊されている。どうしよっかな。決断の時が来た。決断の時が来た。我々種族の未来を決める。みんなで話そうぜ、決一応。断。ね、みんなで話そう。ねえ、俺に決めるじゃなくてみんなで話そうよ。平和的な交渉を行い、政府に圧力をかける。まあでも、収容所を攻撃し、アンドロイドを解放する。いや、これはさ、でもさ、平和的な行進を行いって言ってもさ、平和的な行進が通らなかったわけじゃん、言ったら。前々回かな？全然前回かな？わ かんないけど、全然前回かもしんない。君の名はかもしんないけど、平和的な行進を行った結果さ、普通に警察に止められたじゃん。何やってるんだ？おい、やめないと撃つぞみたいな、なったからさ、俺さ、これ、デモが成功する未来ももしかしたらあるのかもしんないよ。ただ、普通に考えたらさ、でも一回失敗しててさ、あの感じだったらまだ無理じゃないかなと俺思うんだよ、正直。ましてやさ、今ってさ、言ったら、アンドロイドの基地がバレたりさ、すごいもうピリピリしてるわけじゃん、前よりも。ちょっと厳しいんじゃないかなってことで、まあね、あんまり戦争は良くないと思うけど、まあ革命なんでね、収容所を攻撃し、アンドロイドを解放しようかなと。人間が戦争を望むなら、革命なんで。受けてやるさ。戦争じゃない、革命なんだ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。そうだよ。みんな覚悟はできているか。てか、なんかデモが成功する気がしないんだよ。あ、ありがとう。みんなありがとう。ありがとう。みんなありがとう。ありがとう。ちょっとうるさいわ。お前ら、ちょっとうるさいわ。おい。ありがとう。でもありがとう。革命だから。そんな、そんなね、もう、殺戮兵器になることではないからね。最低限度だから、最低限度。ま、仲間のために戦うことを選ぶ。素晴らしいな。仲間のために戦うことを選ぶって素晴らしくない？暴力の抵抗と、そうじゃない。暴力での抵抗って言わんでくれや、ちょっと。あ、でも少ない、ちょっと。え、カーラと話してないやつ多いな。どうなってんだよ、多い。どこで分岐すんの、これ。逆に。あ、違う。ここからしか分岐できないよ、この選択。え、まだあるんだ。いや、デモ行進だって成功しないって、あれ失敗してるんだから。魂のルコナー。何この気持ち悪い分岐。何これ。コナー動いてねえし。どうなんのこれ。あ、あれか、魂のルっていう、ショーなだけで、多分これあれだな。コナーが仲間になってない版の、あれか。フローチャートかな？やっていこうか。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。まあ大事だよこな。の間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、マジ？またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。まあ電子通信これ危らないのもん措置にな。加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在、すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。まあでも外出は禁止した国方がいい民よ、の皆本当さん、に。危我ないかがら。国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。やばいよ大な。統領閣下。あ、すいません、ちょっと。兵隊のリーダー誰なんですか？変異体の指導者は捕まりましたか？
マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、はい、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。本当ですか？ちょっと大統領、大統領、大統領。報告によると科学的な兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。本当ですか？大統領閣下、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 ありがとうございます。すべて即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため、うん、一時的にすべての IT システムを停止します。お、やるじゃん、やるじゃん、やるじゃん。収束に向かっています。カッカ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 変態サイバーライフ。サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか？現在サイバーライフ、ちゃんと俺手挙げてるから今。はい、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。まあ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 、これで終わります。え、カッカ、ちょっとまだカッカ、カッカ、まだカッカ、カッカ、まだあったよ。カッカ、聞きたいこと、ちょっと、あ、来た、やばくない？めちゃくちゃ厳重じゃん。え、あ、コナーが行くのかな、ちゃんと。あ、コナーだ。モデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし。え、すげえコナー。え、裏切られ、裏切ったってまだバレてないんだ。てかあれだね、コナーだけだね。じゃあもうアンドロイドでその信用があるのってすごくない？コナーってすげえんだな。だって全米のアンドロイドの中で唯一ねえ国に認められて、あ、もうデトロイト市内に入れないんだアンドロイドは。何これ。あ、サイバーライフタワー、すごーし、気味悪い、なんかデザイン。え、かっけえコナー、めちゃくちゃかっけえじゃん、こんな出迎えられるなんて。ちゃんとセットしてるし、髪型。あのコナーだわ。マーカスに協力する前のコナーだわ、普通に。やらせてください、僕にも、じゃあ。不定期上がないように気をつけます。はい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。まあまあ、それ大事だよ。変異してる可能性もあるからね。すいません、じゃあ、続いて行かせていただきます。最近、物騒ですね、本当に。アンドロイドが変異するなんてありえないですよ、そんなこと。うわ、やっぱ後ろにもいるじゃん、警備。何これ、何この光。すごー、何このシステム。うわー、あ、なんかでもアンドロイドいいんじゃん。何この像、何か訴えてんのか。てか真ん中開放的にしすぎてるな、結構無駄だぞ中が。なんかまあまあデザインいいんだけど、え、動けんのかい。ガードについていく。あ、はいはい。何これ、あ、アンドロイドのあれか、デザインを把握してるんだ。今まで出た、世の中に出たアンドロイドのデザイン確認して、それを元に今探してるんだな。なるほど。それでいいのかなって、これ勝手に言っちゃったけど。それっぽいよね、だってね、ここにわざわざいるってことは。捜査官54-31階へ。あ、でもあれか、でも。さっきあれっつってたか、でも、マーカス言ってたか、あの、コナーが、あの、ここのサイバーライフタワーには、在庫が、在庫がいっぱいいるみたいな。ガードを無力化する。パネルを使う。予測。お前も予測できんの？コナー、強いな。あれ、どうすんだっけ？これ、何これ？あ、蹴るか？蹴るか？いや、まずい、銃持ってるよ。これで。いける、これ今いけた、今。
俺ちゃんとやる、気をつけろ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 、あー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 じゃあ危な危な、丸じゃなかった今、死んでたわ今。うまい子なー、惚れる惚れるわー。それは行き先を変える、血がもう血がついてるもん。54の54の声、捜査官54、49階へ正門認証完了。え、これ何この選択、コナンだったらやばかったかな今。あ、戻ってきた。え、成功今大丈夫かな。あ、デトロイ出てきた。はあ、最終バスは20分後に出る、あまり時間がないわ、急がないと。え、せっかくみんな揃ったのにみんなバラバラになるの。やだ、ちょっと話そうか。大丈夫、カーラ、すごく寒いの。機能オフにする、対応すると思う。作動中だよ。いや、そのままでいい。いや、そのやめてよ、そのふんってやめてよカーラー。だからさ、センサー消したらあれじゃない、なんか印象悪くない。あ、ニュース見れる。あ、さっきの時間か。でも20分しかないんだよね。でも危ないよね、ここ。いるかな。あ、銃が捨てられてる。はっ、ハンドロイドがやられてる。いや、持った方がいい、持った方がいい。一応持った方がいいよ。一応持った方がいい。使える？ほら、もう行きましょう。気をつけ、気をつけて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 って。今、コントローラー揺れたもんだって今。あ、そっか、でも人間は今、外出禁止で出されてるから、歩いてるのはアンドロイドしかいないんだ。行かないとバスに乗り遅れるわ。ごめんって、アリス。アリス、仕方ないんだよ。離れないで。見つからないように通り抜けて。ちょっと待って、それは無理だって。俺、スニーキングのセンスないって。待って待って。俺、スニーキングのセンス取られるじゃん。まあ、別にやり直すけど。あ、すげえ。隠れて。リスク低い。リスク低い。来た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 。ああ、隠れる、リスク高い。あ、移動するまで待つんだ。オッケー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 。バレるバレるバレるやろ。リスク低い、隠れる。バレない？後ろにいたじゃん、警備員だってさっき。あそこ見て、ジェリーさんだよ。助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。ジェリーさん？置いてくなんてダメ。アリス、アリスって、それはできないよ。ジェリーをす、ジェリーって誰だっけ？いや、無理無理無理。ごめんね、アリス。でもどうしようもないの。アリスごめん、アリスごめんって。違う、さあもう行かない、仕方ないんだって。アリスって、私は人間だ、家に帰らせてくれ、妻が待っている。めっちゃ悪い、めっちゃ悪い。それに市民全員チェックしろってよ。え、これ今行ける？そんな、やめろ、やめてくれ。え、行けなくない、行けないやんて。は、え、行けないやんて。クソアンドロイド、あいつら引くの待てばいいのかな。あ、いや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 、行け。え、どこ、あ、こっちか。あったんかい、言ってよ、あったなら。ジェリーさん、誰、ジェリーさん、ジェリーだっけあいつ。ガーラ、ガーラ、ガ
カールじゃない、アリス、どうした。今よかったね、今危なかった、今油断してたもん俺今。あーやばいやばいやばい、リスク高い、リスク高い。もうちょっと隠れた方がよくない？待って待って待って。やばいやばい。危ねえ。今リスク今ピコピコしてたもん今。危ねえ。どっちか見られてんのこれ。危ない危ない。危ない危ない危ない。どっか行けよ早く。危ない危ない危ないって。危ない危ない危ない。あ、着いた着いた着いたっぽい。間に合ったかな、作ってもジェリーさん。やばいやばいやばい。何？検問所。やばいよー。パスポートはあるけど、何が起こるかわからない。別の道はないの？迂回できるけど、乗り遅れる。でもそっちの方が安全かも。いや、これは。いや、俺は、迂回した方がいいと思う。いや、これ、迂回した方がいいと思う。何分今、あと。12分。いけるいけるいける。走れ、走ろうぜ。走らないねえ。走らないねえ。今日、ああ、変わった。2018年11月11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。そうだ、行こうぜ。夕方から収容所で解放戦線を展開してきた、うん、平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりはいいね、好きだわそういうの。自由を勝ち取るためならば、そうだよ、我らは手段を選ばない。そういうこと大事だよ、敵対は仕方ないよ。それは向こうが、だって向こうがね、別にだって向こうが悪いもん、俺悪くないし向こうが悪いんだもん、しゃあないでしょ、そんなの。マーカスこれ。あ、旗持ってる。俺が選んだマーク。マーカス大丈夫？単体で。いくらチーターとはいえ。動けるわ。でも今あれできない。スキャンできないわ。まあでも先生に展開してきたって言ってたから、多分先に行ってんだろうね。行くぞー。連打連打連打、走れ走れ、みんな走れ、みんな走れ。俺はキープするぞ、連打キープするぞ。おいおいおい、撃つ、おい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 、待って、ミスった、違うミスったって。今バト押したよ今。待て、おい、かかってこいよ、おいこら、おいおい、いいねー。マーカスの顔がいいねー。憎しみ溢れてるわ。てか、そんな強い銃ある？完全武装なのに一発で。え、これ急に始まんないよね、TPS とか。大丈夫よね。急に TPS ゲーム始まったらどうしよう。あ、そっか、待ってんのか。うまい。え、なにこれ。あ、そういうこと、そういうこと、言ってよ早く。うまい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 。危ない、今洗濯かと思ってたわ今。うまいなー、かっこいいわー。コーナー、あ、あったあったあった。みんな、めっちゃいるな、てか、収容。収容めっちゃいるな。どうすんの、コナー。ま、コナーもお前、その力持ってたの？コナーも言ってよ。マーカス、えげつねえなと思った、ずっと今まで。あれにか。これさ、みんなで協力してさ、あれしようぜ。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえなコナー、でもこいつお前に瓜二つでよ。え、今押し、いやでも、え、ダメ、
間に合わなかった今連打で。バス停だわ。うこわー、着いたのよ。怖い怖い怖いって。乗車手段を見つける。あ、もう僕なんかある。なんかあるよ、こう。あ、荷物パクるとかないよね。まさかの本。ここに来てまさかの本。マジか。デトロイト市で内戦勃発、軍と変異体が武力衝突、国連が第3次世界大戦勃発を警告。そっか、でアンドロイドが加わったもんね。ウォーレン大統領支持率 33% に下がってきてるんだっけこれ。軍と変異体が武力衝突、第3次に見舞われたデトロイトでアンドロイドがデモ行進を行った。すでにデトロイトには全国的な製品開発中の波が押し寄せており、当局は予防措置として全ての家庭や職場からアンドロイドを押収し廃棄処理を行っている。だが先日起きたテロ行為への関与が疑われているアンドロイドの集団が威嚇行動としてアンドロイド解体施設の一つを襲撃した。民間人の犠牲を一切顧みず、武装したアンドロイドたちは大衆がひしめく通りの真っ只中で発砲した。被害を抑え、罪のない人々の犠牲を食い止めるため、当局は対応を迫られている。すでに現場に駐留中の軍は、連邦機関と地元警察の支援を受けているとの情報だが、依然として非常に危険な状態が続いている。ウォーレン大統領はホワイトハウスで情勢を見守っているとのことだ。状況が進展次第、随時最新情報を更新する。更新できるのか、そっか。ウェブニュースみたいなもんだもんな、これ。ヒード、欠落？なんで？なんでよ。まあいいや、しゃあないわ。誰ここに本捨てたの？何今？チケット持ってねえのお前。とりあえず外周回ればいいのかな。あれ、来てちゃんと、アリス。あ、こっちらしくない？あー、無理か。あ、でも、いないな。あ、今なんかあったよ、リーチ。何？怖い怖い怖い、何これ何これ、怖い怖い怖い、何このエリッジ。あ、マーカスやってんじゃん。動かないで。あ、今検査してるんだ、これまずいな。え、アリスじゃない、あれ。何？あなたの子？かわいいわね。よし、サンドイッチも買ったし、電話もした。なんか、ああ、家族か。家族か、そっか、パパいないもんな。私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こう。いやーん、それはちょっとるしかないよな、これ。1枚で乗れる、でも1枚で乗れるの、2人分。絶対これ選択来るでしょ、渡すか渡さないかみたいな。ごめんなさい、渡したら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。いや、これは封筒落としたのかも。くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。あ、バスのチケットが入ってて。いや、忘れてください。これ待って、待ってよ。これはちょっとさ、これ今までのわけが違うもん。いいえ、待って、押したって、もう時間制限やめようぜバカ。そんなところにはいられない。ここじゃオリバーが危ないだろう。どうすればいいの？返すよ俺は。本当にありがとう。なんて言ったらいいか。無理無理、俺無理だって。さ、殺す殺さないだったらいいよ。殺す殺。大丈夫。正しいことをしたの。アリス。いい子すぎるわ。無理だってこれは。これは無理だよ。これはさすがに無理っすよ。僕人間ですもん。マッドな人間ですもん僕。
怖いな、いるもんなそこ。いやー、いたいたいた、びっくりした。何やってんの。どうもこんにちは。ないの、全然引っかかんないんだけど。あー、なるほど、オッケーオッケー、なるほどね。え、どこよ。は？なくね？なんか見れる場所あんのかな、なんか。あ、なんか、ああ、生きるようになってる。アダム？カーラ、早く！ついてきて！誰？あ、あいつじゃん、あいつじゃん、ママの息子じゃん。ママ、ママいるじゃん。ママ絶対こっちの方がいいわ。テレビでジェリコの襲撃を見て、私のせいで殺されたかもって。どうしてここが。生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。他のみんなは。国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけど、それしか方法がないわ。あなたたちも来る。いや、もうそうするしかないよ。ええ、行くわ。じゃあ乗って。気をつけてね。なんかアダムやられそう。アダムが捕まりそう。代わりに動いた、よかった。よかった。え、でも大丈夫だったの、ママ。誰だったのじゃ。これがママだったら、さっき撃たれた人誰。ジェリーって誰。ごめん。現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、デトロイトは今や内戦勃発寸前の状態です。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃ一旦セーブしたしさ、ここで一旦終わっていいですか。あざした。